こんにちは、ポプラチャンネルのポプラです。今回やることはこちら、適職診断のアプリで適当な回答したらどうなるかということです。ツイッターで流れてきたんですけれども、ふと思いまして、こういうのってだいたい転職で悩んでたりとか、働く人にとっての転職の診断だと思うんですけども、一方で全くやる気のないクソ野郎が診断した場合、何の仕事を紹介されるのか気になっちゃいまして、今回やりたいと思います。適職診断ですか、何かしら紹介されるんでしょうけども、やる気のない、責任感もない、そんな人が診断を受けたらどんな結果が返ってくるのでしょうか。一つ目のサイトはこちらになります。キャリアインデックスって書いてるやつの適職診断（無料です）。会員登録しなくてもいいやつを今回紹介いたします。あなたに向いている職種を総合的に診断、意外な資質が見つかる可能性も、だって。それがどうしたって感じだね。押してみましょう。あ、もう早速クイズになってますよ。一番やる気のない回答を選んできますからね。日常や仕事のシーンでどのように考え行動してるかを振り返ります。やる気のない人は働いてすらいないけど答えられるのかな。断定的な表現や禁止表現をよく使います。あー、これはどっちなんだろう。ニートで引きこもりの人が断定的な発言、禁止表現。あー、でも親御さんにブチ切れたりとかあんのか。確かに引きこもりの人はそういうイメージあるな。じゃあそう思うなのか。これはもう極端、両極端な答えしか出せないですから。そうだよね、断定的な表現、私は働かんみたいなね、あるかも。次、自分のものを勝手に使われるのは嫌です。あ、そうだね、やる気のない人だからそう思うじゃないといけないね。だね、ニートの人は欲張り。次、実は人の批評話をするのが好きです。あー、確かに2チャンネルとか掲示板でめっちゃ書き込んでるもんね。しょうもないね、私はマウント大嫌い。次、挨拶いつも自分からします、しませんね、そんな人はニートにならないです。次、人に贈り物するのは楽しくないです、渡す人がいないです、私も。ニートもクソもねえわ。次、困ってる人を見ると助けたいとは思わないよね。助けたいと思ってたらまず自分をね、顧みろって話ですわ。疑問を解決しないままにしとくとすっきりしません。いや、ニートは解決すらしないよな、思わないかな。次、根拠がないことでやすやすと信じることはありません。ニートは否定的だから信じないのか。信じちゃうと働いちゃうもんね。いや、働くべきなんだけど。次、問題にぶつかった時簡単には諦めません。あ、どっちだろう。いや、でも諦めないとニートにならないから、そうだよね、思わないだ、自分に甘くしないと。好奇心旺盛、やりたいこといっぱいで時間が足りません。あ、それはすごく私は思うけど、ニートはどっちだ。好奇心旺盛、旺盛じゃない、旺盛だったら働くもんな、それ違うのか。時間、あ、めちゃくちゃ足りてるわ。入職だから時間あり余ってるわね。ちなみに私当たり前ですけど働いてますからね。勘違いしないでね、こういう動画ちょっとバンバン出しますけど、本当違いますから。自分は茶目っ気のある可愛い人だと思います。それきっちゃん。違う、可愛い人だと思います。でもここで思うしないと自分に甘えてるんならないから、思うにしないといけない、ここはね。兄さん、そうではないと思うけど、でもそうしないとダメじゃないとね、そう変な回答になっちゃうんで。気分転換することは得意です。あー、どっちだろう。これは別に仕事か関係ない、気分転換2位とずっと同じ感情だろうな、これは思わない、どっちでもないにしよう。人の気持ちが気になって妥協することが多いです。あー、気持ち気になる、あ、自分のこと、人の気持ちっていうのは他人に対してってことか、思わないなのかな。人に叱られるのは割と苦手です。あ、ニートそうだよね。幸い、辛いことや不快なことも我慢します。思わないよね、じゃないとニートできない。急な事態で状況が変化した時よく慌ててしまいます。そもそも発生しないよな、そのことニート。発生しない場合はどちらになる。事態で状況が変化した時、あ、でも慌てないと、そうだよ、親御さんが亡くなってお家もなくなってってなった時どうするかってことか。慌ててしまう、いや、そこで気にしないで生活保護するのが
にとか思わないかな。でも思わないは逆に違うんだよな。ここは何でもないんでしょ。変化が欲しい時こそ計画よりもまずは行動です。いやそうじゃないね。行動なんて2は絶対しません。人が涙流すともらい泣きをしてしまいます。ないでしょうね。ずっとパソコン見てて目がやられるだけかもしれない。ドキュメンタリー番組見ないでしょう。ずっとパソコンに向いてるから。旅行するなら毎回違う場所に行こうです。いやずっとお家にいるじゃん、場所変わらないじゃん。性格的に合わない相手でも状況によって合わせます。どっちだろう、人によるな。掲示板の抱えてでもすんなり受ける人もいれば、もう反対する人もいるし、どちらでもないのかな。言いたいことがあるとき状況を考えずに口に出します。そう思うだね。いいとは何でもかんでもバンバン言うからね。常に相手の立場立って物を考えません。相手つらいない。その場の雰囲気に合わせることが得意です。いやそうじゃないね、他人に合わせない。住む場所が変わってもすべま都こと感じています。いやそもそも家じゃん。ずっとお家に住んだから都も何もないじゃん。住む場所が変わってもって。人生の意義や生きがいについてよく考えます。全くないよね。だから無職なんだ。人と話すとき自分の視線を意識しています。人と話すことなんてあるかな。お母さんと喋ることがあるかぐらいじゃないの。人と話すとき自分の視線を意識するかしないよね。親に壁に当たったとき万代の根本をまず考えないよね。順調に進んでいるときリスクを恐れずに突き進みます。ないかな、突き進まないもんな。人からのお願いは利益度を害して引き受けないよね。引き受けたら働くことになっちゃう。そのことは嫌だ。あーステップ2まだある。仕事に対して求めるじゃん。どれかしら選ばなきゃいけないんだ。一番やる気のない判断をすればいいんだよね。どれを選ぶんだろう。多分一番上は絶対違う。二つ目、実践を存分。無駄なやり方を尊重したい。で自分のやり方に合わせるっていうのは苦手だと思う。真ん中かな。あ、これ、順番か。しなきゃいけないんだ。授業の重大な決断を下したい。楽しめることをしたいです。ああ、多分これ楽しめるのが一番だね。二番は、重大な決断をしたくないだろうな。冒険の世界、創始者の心出すを尊敬したい。多分一番が真ん中だよね。ゲームがなんとかとか言うだろうから。安定した地位、周囲の期待、背きたくない。人から指導を傷やりたい。多分これ一番だろうな。多分、プライドとか言って、意味不明なプライドで2番上になるんだろうな。目標一の結果、自分で方向、規律、規範。多分自分で方向を決めたいだよね。規範は守らないんじゃない？だってね、それ自体がだって無職っていうのが規律違反だし。目標以上の結果。いやー、2、3かな。2と3どっちも同じぐらいかな。人生を心まで楽しめて、目標の達成を平和であることを感謝したい。1、2、3かな。財産を増やしたい。新しい冒険。主義感を自分を伝えたい。1、2、3かな。次、先輩の行動に尊敬の念を持ちたい。楽しいことを優先したい。経済的に恵まれたい。1、2、3かな。こっちじゃない。やり直す。1、2、3。年収を常に増やしたい。未知の世界に飛び込みたい。組織の発展を考えたい。うわー、微妙。1、2、3かな。さあ、どうなるでしょうか。お、出ました。クリエイティブ職が向いているようで、一方で管理部門の資質もあるようです。そんなまさか。クリエイティブだって。あー、でも確かにあるよね。私も高校生の時にこういう適職診断みたいなのやったことあるんですよ。そしたらなんか芸術系出た。芸術系出る人はね、無職のなんとかとか言うけどね、引きこもりがちとかね、私出ちゃったんだよね。なんか先生とかすごく、何に興味あんのとか言われたけどね、いや全部拒否したからなみたいな。あの時はね、ほんともう適当な回答しか選んだよなあったからね、先生に突っ込まれた時はどう回答すればいいかみたいになって、うまくはぐらかしたけど、芸能界に入りたいに5を選んだからな。一番なりたみたいな。夢物語だわ。あー、いかのような傾向があるだって。柔軟性より厳格だって。そんなまさか。優しさ淡泊、合理性感覚、慎重自由奔放、従順積極的。
ここが見どころ。人を引っ張るリーダータイプ、理想が高く具体的な目標を向かって突き進み、周囲をぐいぐい引っ張るリーダーシップを持った人です。全然違う。道徳的で戦い倫理観を持つため、熱い信頼を得られるポテンシャルを持ちます。伝統や文化、権限を大事にするため、規律を大切に、けじめをはっきりさせる特徴があるタイプです。純粋で温かみ、面白みがあり、情けが深く、人間味があるに人です。他人の意見や都合を大切にして、相手の要求にも応えようとします。自分の面と従順な面の両方を持っています。理屈っぽくなく打算的ではありません。また問題を直感的に処理するので、考えた時は不思議な力を出すタイプです。さっきの回答と真逆のこと書いてんじゃんなんかいろいろ気に触るところがあるんだけど、グイグイ引っ張るところさ、さっきさ選ばなかったような気がするんだけど、けじみはっきりも選んでないし、倫理観もだってないとか言ったし、何書いてんのかマイナスポイント、他人のミス許さない厳格タイプ。そんなことないでしょ、自分のことで精一杯なんだから。あららパラメーターがひどいねこれ。ほとんどゼロに近いじゃないですか。へえ、あ、こっちいっぱいある。快楽でしょうねだろうな。達成とか全くないね。自主性と冒険、快楽、自己実現だって、夢物語、年収査定だって。これでできんの？あ、ダメだ、登録させられちゃうって感じでした。どうだったでしょうか。ちょっと思った以上長かったですね。他のサイト見ようと思ったんだけど、ちょっと疲れちゃったんでやめますいやー、無職の人って大変ですね。ほんと私は違いますけども、ちゃんと働きましょうね。というわけで本日は、適職診断のおふざけ動画でございました。皆さんもぜひ適職診断やってみてください。